矢後大野忠氏は、北海道河西郡目室町出身で、小車部屋所属の現役大相撲力士。本名同じ。身長187センチメートル、体重178キログラム、血液型は A 型。最高位は、西前頭10枚目。取り口は、左四つ、より。取り口を参考にしている力士、目標とする力士は、元横綱稀勢の里。 三人兄弟の真ん中であり、兄と妹がいる。約三千グラムで生まれたが、一歳で十キログラムを超えた。父は、あっという間に背負うのが大変になったという。幼稚園の頃から水泳を始めて、目室町立目室西小学校四年時までは、柔道も並行して習っていた。相撲は、地元の相撲指導者の誘いで小学校五年から、地元の十勝相撲道場で習い、 東京の元横綱、大野国の名を冠する大会にも出場した。メムロが日本一の収穫量を誇るスイートコーンなどを食べて毎日3リットルの牛乳を飲み、小学校を卒業する頃は身長180センチメートル、体重120キログラムを超える体格になった。地元の美味しいものを何でも食べ、牛乳を飲んで育った。次は、 いい報告をするときに戻りたいとヤゴは、初土俵を控える時期に、郷土愛を口にしていた。メムロ町立メム西中学校在学中に、左膝前十字人体断裂と、半月板損傷、右膝前十字人体損傷の大怪我を負った。埼玉栄高校入学時点では、膝の怪我のため尻こも踏めず、黙々と、ちゃんこ番をこなす毎日を送った。 相撲部の山田同期監督は文句も言わず諦めることもなく懸命にリハビリを続けていました。真面目な性格の生徒でしたと振り返った。高校時代のタイトルは3年間の努力が実っての岐阜国体の団体優勝。高校卒業後は中央大学法学部法律学科へ進学し、相撲部首相を務めた4年時は、 全国学生相撲選手権大会でベスト8入りをしてから学生として最後の大会となった全日本相撲選手権大会で個人優勝しアマチュア横綱のタイトルを獲得した。中央大学からは1990年の栗本、強以来26年ぶり、北海道出身者としては52年ぶりのことであり、これにより大相撲の幕下15枚目格付けでの資格を得た。 アマチュア横綱のタイトルを獲得し、大学生としてすべての大会を終えた後は、大相撲入りの道を選び、2017年2月7日に、小車部屋へ入門することを発表した。3部屋以上から勧誘を受けた中でこの部屋を選んだ。背景には、小車親方の論理的な指導方法のほかに、自身と同じ中央大学出身の竹風が所属しているという事情もあり、竹風は、 記者会見の場にも同席していた。初土俵については、直後の3月場所については、古傷のある両膝の状態を考慮して見送り、その次の5月場所を選んだ。初土俵同期生には三戸流、友風らがいる。幕下付けでとなった初土俵の場所では3、役経験者からの白帽子もあり、5勝2敗と勝ち越した。 東幕下11枚目に番付を挙げた2場所目は、初日から7個の白星を土つ,つかずで並べて、自身初の格段優勝となる幕下優勝を果たし、場所後の番付編成会議で、9月場所での新重量昇進が決定した。所要2場所は最速記録であり、12人目の達成者となった。七番を勝って優勝を果たした際には、昨夜は意識して、 あまり眠れなかったのですが、優勝できて嬉しいですとコメント。そして、2場所で重量に上がれるとは思っていなかったです。もっと稽古をして15日間相撲を取れる体を作っていきたいと思いますと、さらなる雰囲気を誓った。お車も膝を痛めているので、下半身をさらに強化してほしい。体は大きいし、横綱、稀勢の里のような相撲を目指しているというから、 立ち合いから前に出る、スピード相撲を身につけてほしいと期待をかけた。重量昇進後も、本名で取る意向を示しており、関取経験者は、冠リアザ風を、四個名につける小車部屋の中では異例である。小車親方はいろいろと考えていたけど、まだ2場所。トンボになって、羽が出てきて飛び出してからと、元凶を、トンボの幼虫、ヤゴになぞらえ。 成長を信じての先送りを説明した。中学卒業後、親元を離れた矢後を思いやって、親高校のため、もうしばらく矢後で、と竹風がお車にお願いしたという理由もある。新十両となった九月場所は、初日から3連敗をするなど苦戦して、14日目に入門後初めてとなる負け越しが決定した。西十両13枚目という番付から、 千秋楽も負けて9敗となると重量残留が厳しくなる状況だったが、千秋楽は勝って7勝8敗に止めた。9月29日、相撲教習所の家庭が3期中1期残っている中、繰上げで卒業した。現行制度では3期の履修は必須であり、繰上げ卒業は現行制度に移行してからは初のケースとなった。教習所所長の山京は関取に上がれば、 教会の仕事、イコール巡業、が優先。相撲経験もあり、授業態度も良かったと総合的な判断での決定だと説明している。矢後は、卒業に際して、早起きがきつかったんですが、いろいろ勉強になりましたとコメントした。場所後の10月5日に行われた秋巡業を発千台場所では、申し合いを16番行った。重量再開の地位である西重量14枚目と、 なった11月場所は、千秋楽に、負け越しが決定した。2場所で幕下へ逆戻りとなったが、小車は場所中、4場所目。まだ焦らなくてもいい段階ですよ。じっくりと稽古を積んで、下半身の基礎を作ればいいと、自然体の進めを説いた。東幕下筆頭に下がった2018年、1月場所は5勝2敗と勝ち越し、1場所で重量へ復帰することになった。 3月場所は、序盤戦で、得意の右上手が取れず苦戦して、初日から4連敗、5日目から徐々に盛り返したものの14日目に、負け越しが決定。千秋楽は、勝って、この場所を7勝8敗とした。続く5月場所は逆の星取り状況となり、初日から7連勝を記録して9日目には早くも、関取りとして、初めての勝ち越しが決定。 ところが10日目から5連敗で、最終的に9勝6敗の成績だった。自身最高位となる西重量8枚目で迎えた、7月場所は、重量で唯一初日から3連勝と、するなど先場所に続き出だし好調だったが、中盤に負けが込んで、優勝争いから脱落。しかし、終盤5日間を5連勝として、自身初めての2桁となる10勝5敗の好成績を、 残した。2019年1月場所に新入幕を果たし、9勝6敗で勝ち越し。しかし、3月場所から3場所連続で負け越し、9月場所は重量に陥落。その9月場所は、千秋楽に勝って8勝7敗。一場所で戻りますという誓いを立てていた矢後は、次には繋がったと思います。巡業でもしっかり稽古して頑張りますと述べた。 左を指してから体格を生かして寄るのが、矢後の相撲。しかし、2019年1月場所では、右四つ、力士に十分の体勢を許しがちであった。また、2019年3月場所前の相撲氏の記事では、花田虎城から、顎が上がる癖と腰高を指摘されている。2019年5月場所9日目の石浦戦などは、相手をよく見てついたのにもかかわらず、 腰高をつかれる形で潜られて負けている。考え込みすぎて本来の相撲が取れないのも弱点。2021年5月場所終了現在。ありがとうございます。